聖書ライフです。聖書を通してイエス様に出会っていこうそのために聖書一生一生を理解できるように見ていっています新約聖書に入り福音書を見てきました福音書の後は使徒を見ましたローマに入りパウロの手紙を見始めましたローマでは罪という問題に対して神の義が必要だ行ないと努力じゃできない 信仰によって義を与えらられるという素晴らしいメッセージを見ました、た第1コリントでは若い問題いっぱいの教会に対してパウロが質問や問題に対して忠告し、えー、イエスを死に従っていくようになってからどのように生きるべきなのかまた教会の中でどのように振る舞うべきかということを、えー、書いてありました。今日はそのの続きの 第2コ,コリントを見ていきます第二コリントはとってもパウロの手紙の中でもユニークな手紙で一番個人的で一番パウロの心を表しているものだと思います。パウロが自分のことを弁償しないといけない。本当に 気まずさが伝わるるような部分もあるこの第1コ,コリントの手紙を送った後、パウロは1回コリントの教会に行きましたそれがすごい苦しい悲しませる訪問だったそうですその後すぐにもう1回パウロはコリントに手紙を送りましたでその手紙を送った後、コリントに行ったテトスから「 パウロに良い報告があったそこでパウロはこの4つ目の手紙私たちが第二コリントというこの手紙をパウロは教会に送っていて本当は自分で行きたかったでも前回あまりにも大変だったからこのように手紙で書いてるよっていうこの第二コリントでしたテトスから良い報告もあり前の手紙で書いたことをやっている部分が でもそれと同時によくないところもあったエルサレムの貧しいクリスチャンたちのために献金送ると言ってたコリントの教会だったんだけど送ってなかったまたそれと同時に悪いことがあった偽教師たちが教会に入ってきてパウロを信じるな嘘つきだ使徒ではないと言ってるよ言っていたっていう問題がありました第二コリントのまとめ 1>, 1章から7章でパウロが自分の働きを弁護するみんな理解してないけど私このようにこうやってますよ本当は行きたかったから行きたかったけど行けなかったのもこういう理由で、えー、パウロは自分のことを弁護してみんな分かってほしいよと、えー、いうような1章から7章です8章から9章でパウロがエルサレムの、えー、生徒たちのための 献金を励まし言ったからやれよっていうようなことを教えますまたこの第二コリントですごいテーマとして見えるのが与えることの大切さ捧げることの大切さ神の人々イエスによって救われた人々は生き方が変わって 寛大で太っ腹で気前のいい人たちであるべきですよ。もうできる以上もあげないと捧げないといけない。それが身近な自分の周りのところでもない遠く離れたエルサレムにでも与えないといけない。またやったら言ったらやってください。捧げるのも喜びを持ってっていうようないろんな原則がこの、えー、第2コリントから見受けられます。 10章から13章でパウロが偽教師たちを正す、まあ、パウロ対偽教師みたいな感じでパウロがコリントに行った時パウロはすごい穏やかだったコリントの人々を愛した1年半コリントで働き使えたそんなパウロの振る舞いを逆手にとって手紙でしか強く書けないやつだから 本当のリーダーじゃないよ。本当の人ではないよ。パウロの人格を攻撃して、話うまくないじゃん。証明書を持ってないじゃん。金支払わないでこいつやってるんだよ。知ってる、ね、信用できない人だよ。っていうように、えー、教えてた。また、第一クリントでね、一致を。 をしていたそれが少しずつ回復してたのに過去の偽教師たちが入ってきたことによって、えー、一致も壊れかけていたそんなところでパウロが、えー、自分の使徒職使徒であることを弁護し見せていくこの、えー、最後の、えー、10章から13章でした。章章から7章 パウロが自分の説明をします8章から9章で与えること献金について励まします10章から13章で偽教師たちに対して書いてあります、えっとこの第二コリント理解するためにもうちょっと第二コリントの4章の7節から10節を見ます 第2コリントの4章の7節から10節を読んでちょっと説明すればこの第2コリントの流れまたパウロがたど,りた,いたどり着きたいところを理解できると思います。 私たちはこの宝を土の器の中に入れています。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかになるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。途方に暮れますが行き詰まることはありません。迫害されますが見捨てられることはありません。倒されますが滅びません。私たちはいつもイエス・ の死を身に呼びていますそれはまたイエスの命が私たちの身に現れるためです。とても励まされるぜひ暗記してほしいこの箇所なんですけどパウロがこの箇所を通して言いたいのは自分パウロも苦しんで迫害され見捨てられいろんな苦しい状況にあるけどイエスが私たちの代わりになってくれたように私も そのようなイエスの命を見せようとしているんですよ。イエスの命が私たちの身に現れるためイエスの命をパウロの人生の中で表したかった。リーダーたちがこんなね話がうまくて偉そうな良い往復を着ている人たちだって思ってるかもしれないけどイエスに従っている人たちはそんな風に見えなくてもイエスのように見えていく必要があるよというようなことをパウロは言っています。 この第二コリントのキーワードと言ったらいいのかもわからないんですけど、弱さのうちにある力。さっきのパウロのね、迫害だったり苦しみだったり行き詰まり。そんな弱さのうちに神が働いているよ。パウロが他の人よりも自分優れている理由は自分が弱さの上に、故に、いえさま知っているから。弱さ理解して神の凄さ知っているから。壊れかけた 器だけど器の作り主を知って一緒に歩んでるまたそのイエスのようになっているっていうのがパウロの弁護だった、ね、私たちもパウロのように弱さに誇ることはできますか今の社会今の時代弱さに誇ることってあんまないですよねまた日本人だと弱さを誇るのが、ね、謙虚に見られるから人前ではそのように弱さを誇るでも心の中そうじゃない でも私たちクリスチャンっていうのはイエスに救われてイエスに変えられてるから神がすごい。私たちの弱さも強さも神様に指さしてるだけだよ。見て神様すごいから私こんな弱くていいんだよ。第2コリントの三節30節でパウロがもし誇る必要があるなら私は自分の弱さのことを誇ります。 私たちも同じように自分の力自分の教養自分の持っている金自分の仕事に誇るのではなく私たちを救ってくれて愛してくれて今も一緒に歩んでくれている神様を誇りましょうだから自分の弱さを誇れる私こんな汚くても愛されてこんなできなくても愛されてるから用いられてるよということを誇れるようになってきたぜひぜひ聖書を読んでイエスに出会っていきましょう では続けて聖書を見ていきましょう。では次回また。